ペンデレツキの共造クシシュトフエウゲニウシュペンデレツキは、ポーランドの現代音楽の作曲家、指揮者。クラクフ生まれのカトリック教徒。元は、バイオリニスト志望だったが、腕前に自信がなく、作曲に転向した。ポーランド学派の主要作曲家の一人として、オーケストラを用いたトーンクラスターに大きな特徴があった。創作の頂点とされる。 ルカ受難曲を書き上げた後は、新ロマン主義へ傾倒した。ショスタコービッチが得意とした引用による影響で、ペンデレツキは自作曲で、しばしば自作や他作からの引用を行うようになった。体系的な録音は、無座で始まったが、現在は、ナクサスから主要作品が容易に入手できる。また、ポーランドのオーケストラ、シンフォニア・バルソビアの音楽監督、 芸術監督を務めていた。2020年3月29日、長い闘病生活の末、自宅のある、ポーランド南部クラクフにて死去。指揮者としての客演は多く、日本の NHK 交響楽団も振っていたことがあった。バイオリンと還元楽のための作品チェロと還元楽のための作品その他、ありがとうございます。